イカラー万歳、坂井すみです。そうなんや。皆様こんにちは。大人のためのインターネットテレビ、ハイカラ万歳の時間がやってまいりました。ナビゲーターのハイカラ編集長、青野秀俊でございます。今日は12月の25日ということでクリスマスでございますね。昨夜はイブということで、皆様ね、彼氏彼女と、甘い一夜を過ごした方も多いんではないかと思いますが、さてそんなクリスマスに大変ふさわしい、年末年始特別豪華版で、このハイカラ万歳お届けしてまいりたいと思います。本日のゲストはギター漫談でおなじみの坂井すみさんです。はい、何年か出てまいりましたが早いね、1年は。早いです ね、 もうあと1週間ないの。そうです、すごいね。今年一体何やったんだろうってね、はい、僕いつもね、はい、12月になると考えるの、はい、今年1年何やってきたんだろう、あれやったこれやった、で大体今年はこんなことやろうとかって、大体正月考えるじゃないですか、ね、計画立てますね、目標。でそのうちのね、大体半分できてないですね。できてないですね。あ、もう仕事に追われて、何にもできやしないなんていうほど忙しくはなかったな、今年は。もう坂井さん、僕がね、もう子供の頃から失礼ですけども、テレビでもうずっと拝見してきましたんで、その言葉がね、最近ねすごくショックなんです。つらいですか。つらいんですよ。どう見ても僕より、はい、より年上だなと思うおっさんに、坂井さん僕ね子供の頃から見てるんですってあれが一番ムカつくんですけどね。でも坂井さん全然変わんないですね。そうですね、朝自分で顔見ても変わんないですよね。昨日とあんまり変わってないなっていうのが、もう昔からずっとそんな毎日なんで、だから昔から変わってないんでしょうね。もう年齢はね、皆さん伏せてるそうですから、わからないという。もう行ってね、突き当たってずっともう戻ってきてますからね。ってことは若返ってきてるわけですね。そうですね、折り返してきて、年は取るもんだって。あ、取るものね。ずっと取っていかないとその若さは保たないですね。今日もまたいでたちが派手でございますよね、この衣装。クリスマスに、いやいや、これにしたのは、なんでかっていうとね、はい、司会が青野さんだから、ありがとうございます、だから青の衣装でお願いしますって言われたんで、そんなのに私が赤なんか着てきちゃって本当にもうバランスが悪くて申し訳ございません本当に。いつもこんな感じですか。そうですね、でも今はもう割ともっとね、はい、広い、はい、古民館とかステージとか多いと思うんですけど ね、 そうですね、割と大きいところが多いですけれど、今日はいいですね。狭くて嫌味ですかそれ。いやいやいや、なんかこたつの上でなんかお餅焼きながらみたいな、あと1週間でそんな雰囲気じゃないですか、はいはい、ね、今なんか青野さんのお家にお邪魔して、はいはい、ね、あの部屋にお邪魔して、はい、その片隅でやってるっていう感じ、ね、やってる感じですね、もうでも坂井さんっていうとね、僕はやっぱりこういろんなモノマネのもう走りでもあり、あ、そうですね、本当はねちょっとぐらい聞きたかったんですけどね、やばいですかね、一周目モノマネね、ちょこっとでいいんですけどね。あ、モノマネちょっとやりましょうか。ちょっといいですかね。ちょっとだけ簡単にできる、ちょっとだけでモノマネをね、はいはいはい、じゃあね、和田アッコさん、あ、ね、いいですね、アッコさんやりますかね。アッコさんは、はい、あいうえおとボンがないですから、全部ハヒフヘホよ、ハヒフヘホ、はい、そうだから、はい、タチツテトじゃなくてタハチヒツフテヘトボ、なるほど、ね、ちょっとやってみて、アッコさん、タタタハ、そうそう、タハチヒツフスフテヘテヘトホトホ、そうそうそう、タハ、そうそうそう、そういう感じですよね。タハチヒツフテヘトホですよ、いいですか、はいはいはい、これ笑って許して小さなこととほ、あー、なるほど、タハなんですね。そうそう、チヒなんですね、これでできるんですね。できる。でもこれからね、年明けますと新年会ですから、でしょ、これちょっとワンポイントですね。今日からちょっと練習すれば、暮れの忘年会間に合いますかね。間に合う、ね、間に合うやつ、じゃあ今の和田彦、ね、さん、ね、それとね、まあ、あと、はい、間に合うのは、はい、そうね、森進一さんね、はい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 、森さんはオットセイの声が出ればできますよ、この声ですね。なるほどなるほど。で、顔はね、はいはい、くしゃみ途中で止めるんです、はいはいはい、このへーきしんてるんです、このへーっと吸い込んだ時にクッと止めるんです、はいはいはい、いいですか、この顔ですよ。おふくろさんよ、おふくろさん
ありがとうございます。すいません。はい、これはまあ、クレー間に合いますね。クレー間に合いますね。はい、大丈夫ですね。はい、でも考えてみたら、坂井さんがもう走りですね。そうですね。まあね、いろんなその後輩たちが、モノマネやね、和田彦さんとかやってますけども。はい、僕なんかの場合は、先輩がやってるモノマネってやっちゃいけないってね、プロデューサーとかディレクターに怒られたんですよ。そうだったんですか。やっていくとね、例えば先輩方ってどんな方をやったりしてたんですか、当時。当時はだから、そうですね、藤山一郎さんとか、そうそう、藤山一郎とか、田畑芳雄だとか、ああ、やっぱいい感じなんですよね、フランク永井だとか、淡谷典子だとかね。それダメ、やっちゃダメ。そう、やっちゃダメ。なるほど。そうだから僕は始めたのが、ちょうど御三家が出た頃でね、橋幸夫さん、最後この御三家が出たので、はいはいはい、ちょうどいいやと思って橋幸夫さんと船木さんと西郷輝子さん、この3人やったの。なあ、そうだったんですか。それから森進一さんやった、はい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 、でさっき の和田彦さんやったりですね、で前川清さんやったりですね、前川清とクールファイブ、これ一人でやったんですよ。忙しかったですね。本当ですか。ああ、やった、あれは忙しかったな。前川さん、内山田さんとか、ああいうの後ろの人たちと、そう、後ろの バックコロマ、ドゥワーッ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 とかっていうの、こべないってどうなるのか、うわーとかって、それ走りながらやるんですよ。もう走り回って、へー、まあいろんなモノマネやりましたね。松尾和子とフランク永井の東京ナイトクラブね。はいはいはい、これはね、松尾さん色っぽかったですよね。色っぽかったですよ。フランク永井はもうやってる人いたんですよ、いたんですか、先輩で、はいはい、だからこれはできなかった、はいはい、だけどそのフランクさんに松尾和子をくっつけて東京ナイトクラブっていうのは誰もいなかった。要するに一人でデュエットっていうのは誰もいなかった。女性をやっちゃうってことですか。そうそうそう、もうその辺もう真面目にやれって怒られてね。で本人真面目ですよ。そのフランク永井好きなんだけどできないじゃない。でどうやったらできるかって言ったら、はいはい、フランクさんが、はい、なぜ泣くの、まつげが濡れてる、と松尾がね、好きになったのもっとだし、色っぽいですね。色っぽいんですよ。色っぽいですね。大好きだったですね。僕も大好きでした、はい、だからこの辺から要するに人がやってないモノマネをやんなきゃいけないんで、はい、でもそれを探しちゃやり、探しちゃやり、で気がついてみると周りがみんな森進一やってるし、そうですよね、みんな、まあ、あっこさんもそうですよね、和田さんやってるし、本当ですよね、ねえ、千正をやってるし、月広志やってるし、はい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 、って言ってだんだん自分がやっててこれでいいのかななんて思うようになって、はいはい、なんか自分のものを作んなきゃいけない、はい、やっぱりね、そこで生まれたのがなんでかフラメンコ、なんでかフラメンコなんですよ。坂井さん、一旦ちょっとここで CM 入れさせていただいて、はい、CM 明けは、CM が入るんですね。入るんですね、一丁前に、どのカメラで振ればいいんですか。このカメラです。あ、このカメラ。どうぞ。では CM をどうぞ。